どうも、ワールド331号です。今回の動画は、これ、サーモスタットを使っていきます。だいぶ暑くなってきました。もう外で僕もうろうろしてるとヘロヘロになります。僕がヘロヘロになるということは、おそらく V8 エンジンもそろそろヘロヘロになってくる頃だと思います。本当にオーバーヒートで悩んでくる初期の季節だと思います。そんな時にですね、このサーモスタット、このサーモスタットにですね、ちょっとした加工をするだけで、水温と水圧を安定させるっていう小技があります。 World 3315 Motors TV。 これはですね、このサーモスタットに2箇所小さい穴を開けるだけのことなんです。それで、水温を安定させるっていうことなんですね。ご用意するものはこちら、近所のホームセンターで買ったやつなんですけども、ドリル、これ3ミリのドリルを1本用意してください。あとはこれをドリルにセットしていただいて、サーモスタットにですね、この3ミリのドリルを2箇所開けるっていうのがポイントになります。ヴィンテージエアとか のエアコンメーカーがあるんですけども、そういったところのマニュアルを見ますと3箇所開けるって書いてあるんですけど、3箇所開けちゃいますと今度冬水温上がんなかったりとか、そういう問題も出てきます。なぜサーモスタットに穴を開けて、しかも3ミリのドリルを2つ穴を開けて水温と水圧が安定してくるのかっていうことなんですけども、ここインテークマニフォールドのウォータージャケットがあります。そしてサーモスタットハウジングで、ここのウォータージャケットが大きな川だと思ってください。で、大きな川をこうせき止めます。通常であれば水温が上がったらばこの部分が開いてバーッとラジエーターに水を送ります。ただし3ミリの穴を開けましたサーモスタットですと、ここですね、こういうこの穴、ここから普段ちょろ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 出ていて、もうすでに回っています、水の方は。そして水温がどん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 上がっていきまして、この設定したこれ180なんですけども、180のサーモで180になりましたらば、この真ん中の部分が大きく開いてドバーッと水を流して冷却をする。ただし冷却が冷めてきましたらば、このサーモスタットは閉じます。で、閉じたところで、ここにまだちょろちょろこう流れてるわけですね。それが、フェードアウトみたいな感じになって、フェードインフェードアウトみたいな、それで安定はしてくるっていうものなんですね。ですから事前に流れをもう常に作っておく、そうすることによって一気に冷やす、一気に温めるっていうことがなくなります。これ一つテストしてみました。180のサーモを用意しまして、それで、穴を開けてみました。で、穴を開けてこれをセットしまして、まずどんな感じなのか、完全に冷えてるところからエンジンスタートします。そして、これじわーっと上がっていきますね。上がっていったところで180ですから、180でビシッと止まります。そして時間が経ってもこんな感じで安定してくれるっていうものですね。よく聞かれることなんですけども、サーモスタットって入れた方がいいの？っていうふうに聞かれることがあります。サーモスタットは、できればっていうよりも絶対入れてください。その方が水温とやっぱ水圧が安定します。まあ水圧っていうのはラジエーターキャップで決まるんですけども、サーモスタットに穴を開けて、低いサーモを入れたから安心かって言ったらそうでもなかったりもします。ラジエーターの方もこの時期なんでちょっとチェックをお願いします。ラジエーター自体が目詰まりを起こしてますと、実際に大きなコアでも3分の1しかもう水が通らないとか、
冷却能力がないとかっていうことであれば、サーモ入れても抜いてもどん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 水温上がっていっちゃいます。サーモ抜いてた場合は冬場は上がんないです。水温がもう全く上がらなくなって、今度ヒーターが出ないじゃないかみたいなことになるんですけども、夏の場合でもある程度 の, 水温は必要になると思います。それで水温をきちっと管理する意味でもサーモは入れていただきたいと思います。やり方としましては3ミリの穴を2箇所開けるだけです。で簡単なことなのですぐ DIY でできると思うんですけども、ただ作業をする際ですね、ボーリングタイプのウォーターネックだったらばいいんですけども、サーモスタットガスケットを事前にご用意ください。あとは液体ガスケット RTV を塗っていただいて、ちょっとした加工ですのでぜひ試してみてください。結構効果あります。ぐーっと上がっててやばいやばいやばいガクーンっていうのがなくなりますので、スーッと上がってピタッと止まります。ただラジエーターは詰まってるとダメです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。